旧駅舎正面1.2番線に停車中の列車廃止された0番線ホーム旧駅舎改札口駅構内広島方右から駅舎1番乗り場の短式ホームホームのない退避線2.3番乗り場の島式ホーム1番乗り場の先にあった旧0番線は駅前の整備事業により撤去された駅構内備中人台方2.3番乗り場ホームの右側に 側線が見える三次駅は、広島県三好市東日、市南一丁目にある、西日本旅客鉄道芸備線の駅である。広島県の北の中心都市である三次市の代表駅、新見駅、津山駅と、並び中国地方中央部の交通の要衝となっており、芸備線のほか、塩町駅から分岐する、福縁線の列車も運行上は当駅を起点とする。また、 2018年3月31日までは、三重線も乗り入れていた。直営駅であり、校内には、芸備線の和山駅東駅間隔駅と、福縁線のかかわべ駅みら坂駅間隔駅を管理する三次鉄道部の本部が置かれている。また、道鉄道部管内及び芸備線全体の中間駅では、唯一の直営駅でもある。なお、当駅より、 広島方は三次鉄道部の管轄から外れ、広島支社直轄となり、上り場内信号機をその境界としている。利用可能な鉄道路線は次の通り。なお、ゲ備ビ線の上り便を小原業一本を除くすべての列車が当駅始発、終着となるため、この駅を越える場合は乗り換えが必要となる。1930年。 それまでの三次駅に代わる三次地区の玄関口として開業し、現在に至るまで県北の拠点駅として機能している。開業当初の駅名は10日、市駅であったが、これは当駅の所在地である10日、市町から取ったものである。当駅は開業当時から県北の拠点駅であったが、三次町につながる、友江橋の周辺にあった、当時の10日市町の中心街からはやや離れており、 駅周辺は長らく田園地帯であった。1954年に東賀市町や三次町などが合併して三次市が誕生すると、東駅は三次駅と解消され、三次市の観光庁や商業施設も東駅周辺に設置されるなど、東駅周辺が三次市の新たな中心街として発展していった。二面三線の地上駅。 駅舎に接した単式ホーム1面1線とその奥の島式ホーム1面2線の構造である。ホームに振られた番号は駅舎側から順番に1番乗り場、2番乗り場、3番乗り場となっている。1番乗り場と2番乗り場との間にはホームのない対比線があるほか、3番乗り場の南側には列車の留置線が多数ある。列車運転指令場は一番乗り場と二番乗り場の 間にある対比線が2番線のため2.3番乗り場はそれぞれ3番線4番線とされる留置線には夜間対白が設定されている近年の1日平均乗車人員は以下の通り駅付近は三次市の中心部で役所や警察署をはじめとして各種機関や商店などがあり賑げしいただし当駅周辺は 元来東下市に属する地域であり、本来の三次の市街は、かつての三高線、尾関山駅周辺である。広島県三好市東下、市南一丁目2番23号の JR 三次駅前に、ある三次市交通観光センターに発着する。指定管理者制度により、美北交通が管理、運営をしている。1.2番乗り場が、路線バス用のり場。 3番乗り場が高速バス用乗り場となっている。3番乗り場の西側には三時市、交通観光センターの建物があり、三時駅と10日、市コミュニティセンターの中間にあるため、通り抜けができるよう、建物はオープンスペースを挟んで南北に分かれている。建物内北側には、待合室、乗車券発券カウンター、売店、飲食コーナー、南側には観光案内所、 ギャラリー、トイレがある。蒸気以外の高速バスは、ミコト号、グランドアロー号が、ミヨシインターチェンジを利用に発着する。美北交通、ヒミタ交通、中国バスともパス P が利用できる。お助けバスは、パス P が利用できない。西日本旅客鉄道 P ゲービ線快速、ミヨシライナー三次駅、公立駅普通八次駅三次駅西三次駅。 Z 福縁線8時駅3時駅西日本旅客鉄道会三重線大関山駅3時駅ありがとうございます